はい、皆さんこんにちは、佐久間です。今日のテーマは超短完全の応用の話ですね。前回の第3回では超短完全の導入の話してきましたけども、今日はその応用の話になります。それでは早速いってみましょう。はい、早速じゃあお話ししていきましょうね。前回は C を基準にした時の超難度、完全難度、短難度っていうお話をしてきましたけれども、今日は C が基準じゃなかった時はどうやってそれを数えたらいいでしょうかっていうお話をしていきますね。それではまず上の図を使って説明しますね。はい、今日は、もうあの作業なので、やり方をまず最初に説明しちゃいます。この例でちょっと考えていきましょう。 D がこれ1番になってますので、この鍵盤の図の中にここですね、 C の位置にもう D と書き込んじゃってください。基準になる音をまずここに書いちゃいます。はい、でちょっとこちらも使って説明しますけれども、もし D が右に1個2個ずれたらば何の音になるかをちょっと考えていきましょう。はい、D の音が右に1個2個ずれると E の音になりますよね。なのでここに E と書き込んじゃってください。はい、じゃ次ですね、ここなんですけれども E を右に1個2個ずらしてますよね。はい、E の音を右に1個2個、ここ黒い鍵盤ないですから1個2個ここになりますね。そうすると F のシャープっていう音になりますよね。はい、ここまで大丈夫ですかね。そして次ですけれども、ここの音じゃ何になるかなって考えてみましょう。 F シャープが右に1個、ここ黒い鍵盤ないので1個ずれたらば何になるかなって考えると、 F シャープが右に1個ずれると G の音になりますので、ここには G が入ってきます。はい、そしてじゃあ次ですけれども、じゃあここ何になるのかなっていうのを考えてみましょう。G が右に1個2個ずれたら何になるかなっていうのを考えればいいんですね。うん、なので G が右に1個2個ずれたらば A の音になるはずです。はい、ここまで大丈夫ですかね。さあ、そして A の音を右に1個2個ずらすとここに行きますよね。じゃあここの音何になるのかなって確認しましょう。 A の音が右に1個2個ずれると B の音になりますので、ここには B の音が入ってきます。はい、もうちょっとですね。で、今 B まで来ましたけれども、 B を右に1個2個ずらすとここに来ますよね。はい、 B の音を右に1個2個ずらすと C のシャープって音になりますね。はい、で C のシャープが1個右にずれるとまた D に戻ってきますね。 D に戻ってきます。さあ、この図を使ってちょっと考えてみましょうね。はい、じゃあ下に行きますね。はい、今日は D が1番でした。じゃあ A の音は D を1番とカウントすると一体何度になるのかなっていうのを考えます。 D を1番とカウントすると 1,2,3,4,5 番目が A に当たりますので、 A の音は5度になりますよね。ここまで大丈夫ですかね。 D の音を1度とカウントすると A の音は5度になります。はい、じゃあここからが前回のおさらいで、前回は超短完全って言い方をしていましたけれども、5度の場合には超5度、短5度、完全5度、どれを使うんでしたかねっていうのがここからのポイントですね。はい、完全っていうものを使いましたよね。1番と4番と5番と8番、これについては完全なんちゃらって言い方をしてました。なのでここの部分の関係は完全5度って表現をしたいんですけれども、じゃあ本当に完全5度かなっていうのを考えてみましょう。はい、こちらですね。 D を1番とした時に A の音は 1,2,3,4,5 番目ですよね。はい、この A にはシャープもフラットもついてませんよね。ナチュラルの A って言い方しますけれども、何もついてない A です。何もついてない A の時に完全5度の関係になってますよね。はい、ということで完全5度という言い方で正解ということになります。はい、じゃあ続いての問題ですね。はい、今度は E の音が1番になっている時のことを考えてみましょう。はい、この音ですね、
ミーファーソなので、これソの音になりますよね。はい、ここにはシャープがついてますので、ソのシャープ、言い方変えると G シャープという音になりますね。 G シャープ、はい、 G シャープですね。これが E の音でした。はい、1番になってる音をまずここに書き入れちゃいましょう。はい、今回は E が1番ですので、ここに E と書いちゃいましょう。はい、1番ですね。はい、そうすると次ですね、 E を右に2個ずらすとこの白いところに来れますよね。はい、E の音を右に1個2個ずらすと F シャープになりますよね。ですのでここは F シャープって音になります。はい、そして F シャープを右に1個2個ずらすとここに来れますよね。はい、F シャープを右に1個2個ずらすとこれ G シャープって音になりますよね。 G シャープ、はい、さて G シャープここで出てきましたよね。E と G シャープの関係が何度かって今問題でしたけれども、はい、E が1番だと F シャープが2番、そして G シャープが3番になりますよね。はい、ということで E が1度の時に G シャープというのは超3度、メジャーサードって表現をするのが正解になりますね。そしたらば、じゃあここでちょっと変えてみましょうか。もしここにシャープがなかったら何という表現をするでしょう。もしここにシャープがなくて普通の G の音だったらば、この関係は何という表現になるでしょうか。前回のおさらいをちょっとしてみましょうね。超なんちゃら、まあ、メジャーなんちゃらっていうものが半音下がる、半音下がると単なんちゃらって言い方をしてました。これは覚えてますかね。超なんちゃらっていうものが半音下がると単なんちゃらって言い方をしてました。はい、そうすると G と G シャープの関係っていうのは G シャープが半音下がったのが G ですよね。そうすると今超3度って言ってたものが半音下がってるわけですので、 G の場合には単3度っていう表現をするのが正解になりますよね。はい、じゃあ続いてですけれども、はい、ちょっと意地悪な問題になってきましたね。今度は基準の音に、あら、シャープついちゃってますね。今回は、はい、F シャープの音が1番になってます。で、これは B のチの音、B の音ですね。さあ、じゃあ F シャープが1番の時に B は一体何度という表現をしたらいいでしょうかね。はい、じゃあまたこちらに戻りますよ。まず基準になる音をここに書くのはもう慣れてきましたかね。はい、今回は F シャープの音が1番でしたので、ここに F シャープって書いてください。じゃあ次ですね。F シャープが2つずれるとここに来れますよね。はい、F シャープが2つずれると G シャープの音になりますので、ここは G シャープになるはずです。さあ、じゃあ続いて G シャープを右に1個2個ずらすとここに来れますよね。はい、じゃあここには何の音が入るかなって考えてみましょう。G シャープを右に1個2個ずらすとこれは A のシャープですね。ここには A のシャープが入ってきそうですね。うん、ここまで大丈夫ですかね。じゃあ次、 A のシャープを右に1個ずらします。黒い鍵はないので右に1個ずらします。 A のシャープを右に1個ずらすと B になりますよね。 B になります。あら、さっきこれ B でしたよね。この音 B の音でした。 F シャープと B の関係はこれを1番とすると2度、3度、4度という形になりますよね。そうすると、じゃあこの B は4度って言い方をするのは確定しました。じゃあ、4度は超4度でしたかね、それとも完全4度でしたかね。1番と4番と5番と8番は完全っていう表現をしてましたので、今回は完全4度っていうふうに表現するのが正解になります。完全4度、もしくはパーフェクトフォースという言い方が正解になります。はい、それでは今日のおさらいクイズのコーナーに入っていきましょう。はい、今日のやり方そのままやっていただければ解ける問題ですので一緒に頑張ってみましょうね。はい、それではまず1問目ですけれども、はい、ミのフラット、E のフラットですね。E のフラット。そして次の音はミファソなので、
これ G の音になりますね。はい、まずは E のフラットが今回1番ですので、はい、ここに E フラットと書いちゃってください。 E フラットが1番です。はい、じゃあ続き考えていきますけれども、 E フラットを1個右にずらすと、これミの音の E になりますね。 E をもともと左に1個ずらしたのが E フラットですから、右に1個ずらしたら E になりますよね。でさらに右に1個ずらすと F になります。ミとファの間って黒い鍵盤ないので、 E を1個右にずらすと F の音になります。はい、で F を1個右にずらすと F シャープで、またさらに半音ずらすと G の音になります。 G、あ、出てきましたね、 G の音ね。はい、E フラットが1番の時に F は2番、 G は3番になります。ですのでこの関係のことを、はい、超3度それとも完全3度どっちの言い方してましたかね。前回のおさらいです と、2番と3番と6番と7番は超っていう表現をしてたので、今回は超3度というのが正解になりますね。超3度もしくはメジャーサードというふうに表現するのも正解になります。はい、それでは続き2番の方に行ってみましょう。同じように考えてくださいね。はい、今度は1番基準になる音が C のシャープという音になります。これが1番になりますね。はい、でこの音ですけれども、ドレミミの音ですので E の音になりますね。はい、こっちが C シャープ、こっちが E の音です。こっちが C シャープ。それでは先ほどと同じように1番目のところに C シャープと書き入れちゃいましょう。 C シャープ、はい、で C シャープが半音ずれると、右に1個ずれると D の音になります。さらにもう1個右にずれると D のシャープという表現をしますね。 D のシャープ、はい、D のシャープを1個右にずらすと E の音になります。 E の音を1個右にずらすので E シャープって表現しますね。で、はい、E 出てきましたね。 E シャープ出てきましたね。あれと、ちょっと待ってくださいよ。もともと C シャープが1番の時に2番が D シャープ、3番が E のシャープになるはずですよね。この白い鍵盤のことだけ考えるとそういう風になります。 E シャープの時だったらば、さっきの考え方で言うと、2番と3番と6番と7番は超って表現するので、超3度って言い方ができるはずなんですけども、はい、シャープが取れてるってことは、このシャープがついてる E と比べて半音下がってる状態ですよね。 E のシャープと E を比べると E の方が E シャープに比べて半音下がってる。超なんちゃらっていうものが半音下がったものを単なんちゃらって表現してましたよね、うん、なのでこの関係のことを単三度って表現をしています。英語で言うとマイナーサードという表現が正解になります。はい、ということで今日は前回の超短完全の発展系応用のお話でしたね。なかなかちょっと考えるのに時間かかるかもしれませんけど、分からない方今日の動画何回も何回も見直していただいて、練習の問題を繰り返していくと慣れていきますので、ぜひ練習問題をたくさん解いてみてください。はい、次回ですけれども、次回は増減のお話をしたいと思います。増減なんじゃそれやって感じかもしれませんけども、前回それから今回の、超短完全のお話の延長線のお話ですので、また気楽に見ていただけるといいと思います。それでは次回も楽しみにしててください。